眠れないほどどんどん好きになってしまうからだんだん怖くなって、デートだ。え？どうしたのレム？禁断のグリモワールをめぐる騒動は幕を下ろした。リツカと恋仲になり、私は今幸せ絶頂のはずだ。うん、それ自分で言っちゃうんだね。だが何かが足りないと思っていた。欠けた心がいつまでも埋まらないかのようだった。その理由が今はっきりした。彼女とろくにデートができていない。は？曲面さえ読めればあとは一手を指すのみ。行ってくる。あいつなことでマジな顔して悩んでたのかよ。俺たちのこと目に入ってなかったみたい。恋は悪魔を狂わせるね。そうだ、それ以外の意味は私は知らない。君と付き合い始めてから足りなかったものにようやく気づけた。人間の特に高校生同士の恋人は放課後デートというものをすると聞く。我々はまだ未経験だ。以前文化祭の買い出しをしたことがあったが、あれはデートに入らないだろう。だからこれから出かけよう。どうして笑う？そうか、君の笑顔が見られてよかった。では本日の放課後にデートを行う。これは決定事項だ。そうしてくれ。
心配ない。行き先は事前に調査しておいた。我が校の生徒の大半は放課後に繁華街か公園または駅前で過ごすらしい。その中で吟味した結果、駅前のショッピングモールへ行くべきと判断した。あそこならばいくつも店が集う。疲れた時に休息を取れる場所も多い。恋人の好みに合わせた行動が可能だろう。どうしたんだ？そうだったのか。少々浮き足立っていたようだ。普段ならばこのようなことはない。人間の生活に溶け込む自信はあるし、女性をエスコートするなど造作もない。ただ相手が君だと調子が狂うようだ。みっともない姿を見せた。一緒？そうか、嬉しいものだな。
マップは大方把握した。どこか見たい場所はあるか？そんなに目を輝かせて、どうやら気に入ったところが見つかったみたいだな。もちろんだ。小さなワゴンだが、品揃えがいいな。君が気になるのはどれだ？クマ、犬かと思ったが。奥が深いな。なるほど。では今度送るとしよう。ちょうど何か見繕うつもりだったんだ。百面相しているが、どうした？念のため補足しておくと、送り先は君の予定だが。心配せずとも、君以外に興味はない。それにしても、不安そうに考え込む姿も愛らしいな。バラは贈答品にも向いている。どの店でも品揃えはいいのだろうな。他の店も見てみるか。
どうかしたか？ああ、もちろんだ。調味料、このようなものも食事に使うのか。確か必要なものはオリーブオイルだったな。買わないのか？ああ、待っている。いや、それで次はどこに行く？どうした？なぜそう思ったんだ？君は容赦なく確信をつくな。顔に出していたつもりはないが、その通りだ。君の言葉に嫉妬を覚えていた。ウリエやリンドの名を出されたとき、無性に彼らに腹が立った。今は私が君を独占しているのに、なぜ他の男が割り込んでくるのかと。こんな強硫なつもりはなかったんだが、我ながら驚いている。すまない。
余裕のない態度をとってしまった。それは喜ぶべきところなのか。なるほど、そう言われれば納得だ。君に焼いてもらえると思うと悪くはない。そう釘を刺されると試してみたくなる。冗談だ。だが嫉妬心さえ歓迎されるとは、恋人というものは複雑だな。まだまだ到底学びきれない。そうだな。次はどの店に行こうか。私の行きたい場所か。改めて聞かれると思い浮かばないな。ここにはリンドとよく来るのか。あいつと入ったことのない店はあるか。なるほど。ただの嫉妬だ。君が他の男と来たことのない店に入りたかった。こういった感情はみっともないと伏せておくつもりだったが。君が言うには恋人として歓迎される感情らしいからな。抑え込むのはやめにした。
私はどうやら強欲らしい。本当は君を閉じ込めて誰の目にも触れない場所に置いておきたいくらいだ。だが嫉妬すれば君が喜んでくれるのだろう。ならば伝えておきたい。君をさらって誰にも邪魔されない場所に隠してしまいたい。心の赴くままめでてみたい。なんだ？毎日のようにしてもらう時が来るのだから、そのためにも今のうちに慣れておくべきか。なぜわざわざネクタイを？さすがに自分でできるわ。叶わないな。特別扱いだと言われてはこれ以上手を出せそうにない。それにこういうのも悪くはないな。似合うか？私に追い打ちをかけないでくれ。その口を塞がないといけなくなる。冗談だ。
それでは各委員会から上がってきた報告書を発表してもらおう。それよりも蝶々とのデートどうだったんだい？議題に関係ないだろ。いいじゃないか。で、どうだったのかな？我が幼馴染殿の守備は。仕方ない。簡潔にその日の出来事を報告しよう。ショッピングモールで買い物を楽しみ、帰りにはシュークリームを一緒に買って帰った。え？なんだ？いや、だってキスしたりとか抱きしめたりとか甘い一夜を過ごしたりとか何もなかった。君をさらいたいと言ったら断られた。断られた？その代わりに私に似合いのネクタイを選んでもらった。当然購入済みだ。ついでに靴下も見繕ってもらったぞ。そのラインナップ父の日のプレゼントじゃ。これは前途多難だな。はあ。